です。交際相手を持たない20代30代男女が恋人を欲しいと思わない理由。男性からいきますね。第1位、自分の趣味に力を入れたい 55.7%。 2位、恋愛が面倒 52.6%。 3位、仕事や勉強に力を入れたい 36.8%。 4位、異性と交際するのが怖い 14.6%。 5位、異性に興味がない 11.7%。 続いて女性。第1位、恋愛が面倒 60.1%。 2位、自分の趣味に力を入れたい 57%。 3位、仕事や勉強に力を入れたい 36.1%。 4位、異性に興味がない 22.2%。 5位、異性と交際するのが怖い 19%。 これらを読んでると一言で言ってしまえば、それってあなたの言い訳でしょってなっちゃうかもしれないけどね。だけどこれは人間ではなくてマウスの実験データなんですけど、 T 字の通路のスタートラインにマウスを置いて、まず第一つのボタンを押して正しいルートを行ったらチーズ、間違ったルートに行ったら罰ゲームとして、まあ電気ショック。2つ目のパターン、正しい通路を行ったらチーズ、間違ったルートに行ったら電気ショック。3つ目のパターン、正しいルートに行ったら無視をする、間違ったルートに行ったら電気ショック。このことを言って、正しいルートを行ったらチーズ、間違ったルートに行ったら無視をする、このことだけをやったマウスが実はチャレンジをし続けたっていうデータがあるんですよね。マウスと人間比べんじゃねえよって言うかもしれないんだけど、だから動物の本能として何が言いたいかって言ったら、挑戦する人たちをものすごい挑戦、失敗しようが成功しようがよく挑戦したねとか褒め続けることが、人がチャレンジし続けることに対して一番重要だと思うので、こういう本を読んだ上で、なんで今ってみんな恋愛しないのって思うような人こそ、こういう本を読んだ方がいいかもしれませんよ。それでは。